それではサップルにします。ミス福岡。ミス新潟。ミス栃木。ミス沖縄。ミス広島。ミス愛知。ミス北海道。ミス大阪。ミス東京。以上10名の方々がセカンドセッションへ進出いたします。皆さん大きな拍手をお願いいたします。
なまなです。言霊というように言葉の持つ力、時には励まされたり心を動かされる音楽の力に魅了され、私はシンガーソングライターとして活動しています。ミス・アースとなり、活動を通して感じたことを自分の音楽で伝えたいです。ありがとうございます。ミス・広島。地元で清掃活動を20年間続けています。街を、地球をきれいにしたい。私はこの思いでこれからも活動していきます。そしてミス・アース・ジャパン代表として、私だけが世界で戦えると思っております。ありがとうございます。ミス愛知。ミス愛知、早川かすみです。世界が日本で1位のこと、それは食品の廃棄量です。私たちが当たり前のように残している食べ物を必要としている人たちがたくさんいます。私がミス・アースになり、私が今まで行っていたフードバンクという活動を広めていきます。一人一人の意識が変われば日本が変わります。ありがとうございました。ミス・北海道。東京。
東京、塚本あつみ。今日の朝、雨が降っていましたが、世界ではその雨により救われる人、苦しむ人がいるということを私は国連大学で学びました。私のローフードの資格を生かして世界の環境格差をなくします。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、セカンドセッションでした。ミス広島。ミス東京。ミス福岡。5名の皆様がサードセッションへ進出いたします。皆様、大きな拍手を。